ヘイジャズドラムの黒田です。今回は質問がありまして、歌うレガートって何、歌うドラムって何っていう質問がありましたので、歌うかリズムパターンになってしまうかっていうところのどういうふうに違うかっていうちょっと検証をしてみたいと思うんですが、まあジャズドラムってそうなんですけど、まあジャズドラムに限らず、こう太鼓打楽器というものは、まあ例えばこの太鼓に関してはこういうトーナリティ自体はソに近くこうチューニングしてあるんですけど、にし、まあ今はしてあります。僕大体これ A フラットにするんですけど、で対角線の音が全部出てるんですね、ここの。だからこの半音上も半音下も出てるんですよ。だからっていうのを音量ちょっと上げてあげると半音上の声部がたくさん出てくる。これちょっと近いでしょ。例えばこの端側叩けばちょっと近いところまで行くかな、ね、こんな感じで、音量を上げ下げするとそういったニュアンスを、音程のニュアンスっていうのがすごい出るんですね。例えば、オーニソロジーって曲、このメロディー、ダダララララブレダディダ、こういうのってそのままスネアで叩くとってなると、これもリズムになっちゃうんですよね。でメロディーにしようと思うと、まあ僕のビデオではってやると、こううまく抑揚がついてジャズっぽくメロディーに聞こえますよっていうお話があったんですが、実はスネアだけでもできるんですね。で最初のこのレの音は、まあちょっとアクセントつけなきゃいけないんで、これ低い音なんだけど、まあ低い音をイメージしながらってやると、まあ、でこうまあっていうジャズのこのオーニソロジーのメロディーにちょっと近い感じの歌い方ができるっていうことですね。要はやっぱり音量っていうのは手の、僕はまあこれ音の熱量と音の熱量と音の速度と、そして音量、この3つはメモリが全部違って、それを手の中でね全部変えるんです。で変えながらその音量に、その音色に一番即した手を動かしながら演奏全部一個一個してるんですけど、まあ、できる限りそういうふうに追いかけてはいるんですけど、という形でこうスネア一つ叩くにしても、ちゃんと音量、そしてこう音色っていうのを全部ちゃんとコントロールできるかどうかってことなんですね。シンバルレガートもチーチキチーチキチーチキだけじゃなくて、ディーントゥディーンパンテンテテテケテクドゥンテンテンっていうふうに歌いながらレガートをしてるのと、ただチーチキチーチキでレガートしてるのでは歌ってる歌ってないっていうのが違うってことですね。またその辺の練習方法とかそういったものに関してはちょっと教材を作ろうと思ってますので、まあお待ちください。もし何かありましたら、ご質問いただければ、ね、なるだけ早くメールで返すか、まあ、メーリングリストなんかで、皆さんに共有したいと思います。以上です。どうもありがとうございました。